大谷静香です。朝の体重測定、朝の体重は 58.6、 体脂肪率が 31.9 ですね。昨日の夜の 59.3 から700g も抜けてる。昨日の朝からプラマイゼロです。朝ごはん、はい、豆腐そうめんに納豆を入れました。で、私からし嫌いなんですけど、この日なぜかからしをちょっと入れてみました。私好き嫌いあんまないんですけど、なぜないかというと、なんか嫌いだなって思っても絶対なんかある一定のスパンでチャレンジするんですよ。で、アボカドもめっちゃ嫌いだったけど、美味しくないなと思いながらチャレンジしてたら今や大好きになってるし、レバーも好きじゃなかったんですけど、チャレンジしてたら今好きになりつつあるんですよ。そう、なので好き嫌いが多いって人は、嫌いでも食べ続けたら好きになることあるから、ぜひ試してみてください。ちなみに私が未だに苦手なものは白子とグリーンピースです。まあ食べろって言われたら食べれますけど。で、安定の豆腐そうめん納豆、めちゃくちゃ美味しかった。毎日これ食べてて痩せたい。はい、ぜひ真似してね。はい、運動です。よろしくお願いします。めちゃくちゃ気合入ってる。カメラの前の人によろしくお願いしますって言っても意味ないのに。はい、いつもお世話になってる藤田さん、恵比寿にあるジムで5ラウンドやっていただきました。まあ、昨日ねウェイトトレーニングしたということもあって、この日はキック多めでやっていただきました。めちゃくちゃ汗かく、マスクしてるから余計に。で、お昼ご飯はクレバーさんの置き換えプロテインです。で、これも2回分あるかな、スプーン6杯分。これを、まあ、この時1回飲んで、あとは残りを1日かけて飲むっていう感じです。この1杯、まあ、スプーン6杯分だけで、ね、タンパク質 40g 以上ありますので。はい、で、ここはもう一つの恵比寿にある藤田さんのジムで体をほぐしてもらいました。運動後に、私の腰痛はお尻が硬いのからも来てるので、お尻をしっかりほぐしてもらいました。これがめちゃくちゃ痛いんですよ、滞ってるから。耐えてます。めっちゃ痛いの本当に。顔、この棒めちゃくちゃでもいいから自分でも買うことにしました。そして夜ご飯です。夜ご飯がなんとマクドナルド出てきました。このチャンネル3回目。はい、でも聞いてください、16時なんですよこれ食べたの、夕方の4時で。それ以降私何も食べてない。この1日朝に豆腐そうめんと納豆とこのマクドナルドだけ1日。今ダイエット中に食べないに越したことはないんですけど、この動画2日くらいズレがあるんですよ、リアルタイムと。ただこの日、あの5月最後の日だったんですね。なので、まあ、明日から6月だし、6月からまたクッと気を引き締めて頑張ろうっていう気持ちでなりません？なんかダイエットの時って明日から6月だからとかっていう気持ちで、5月31日一回ここで気合食べて気合入れて6月頑張るぞっていう気持ちで食べちゃいました。でも、そのこういうマックとかって食べ始め、メニュー選んでる時と食べ始めが本当に最高に幸せだけど、食べた後本当に罪悪感に襲われるんですよ。なんで食べたんだって。そう、だからこの日も爆食いしたくなった時に、いやでも毎回ダイエット中に爆食いしたら後悔するでしょって自分に言ってみたんですけど、いや今回は後悔しない、本当に心から食べたいって言ってたんで食べたんですけど、しっかりこの後後悔しました。で、この日もリハだったので、トムちゃんと作法が映ってくれました。バリバリスッピー、大谷さんの YouTube 影響でプロテインめっちゃ流行ってます。そうね、K でしょ、 K もめっちゃ好き。それだけで本当に生き延びられるんですか、1日。これだけじゃないよ、ご飯食べてプラスこれ、マック最悪だよ、マック食べちゃったら本当に嫌な気持ち。その時最高だったのに。まあ、でも16時だから、めちゃくちゃ偉そうに16時だからって言ってます。まあ、でもマック食べたし、このあとリハーサル終わった後に走りに行こうって思ってたんですよ。でもリハ終わって夜外に出たらもう本当に土砂降りだったので、走るのは諦めました。で、運動、いつもの3種目、
いつもより心なしか腰低めで頑張ってます。この日ももうマック食べたぞって思いながら、いつもこう手ついちゃったりするんですけど、しっかり頑張りました。あと、まあ、マック食べたしっていうことですごい疲れてる。お尻もやっときました。いつもの3種に加えて食べたらね、やっぱしっかりその分増えちゃうから、また明日から調節していきたいと思います。夜の体重測定です。夜の体重は 59.4、 今日の朝の 58.6 から、1キロ、1キロ増えてないか、 なんだ800g 増えました、まあ、でも食べるもの食べたし仕方ないということで、明日から切り替えて頑張っていきたいと思います。皆さんはどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。